Okay、一旦じゃあ返しますね。はい。ありがとうございます。はい、あのこの相談できる環境、これ実は僕いろいろ今日質問しようとか、まあ自分の今までこう考えてきたものとかバーって書き留めたんですよ。ここにこの相談できる環境、もうまさに書きましたよ。うん、やっぱ僕この経験上、僕もこの小4か小5の頃に野球肘って言われて、まあその当時はこう例えば内側だとかこう外側だとかっていう詳細は言われてなかったっていうか、まあ僕自身が認識なかったんですけど、それからずっともう痛い、ずっと痛い、あのまあ痛みと付き合って投げてきたっていうのがあるので、もう本当に痛い時は例えばベンチに帰ってキーパーの水飲む時、この手がもうブル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 震えたりとか、そうそうそうっていうのもよくあったので、だからまあやっぱり、まあ本当に未然に防げるっておっしゃってたので、まあそれをいかにもこのサポートする大人がこうよく子どもたちを見る、もう観察するっていうのと、あとはまあ子どもたちが本当にこういうのを訴えやすい環境を作った方がやっぱりいいのかなって思うんですね。ちょっと脅してもいいかもしれないですよね。この肘けがした時に、うん、こんだけひどくなるよとか、うん、子供たちに最初から教えてあげると、もしかしたら監督とか指導者に言いやすいのかな。そうですね、うん、手術のこのなんかオペのあの、まあ、例えば画像とかもなんかあれば、画像は今持ってないんですけど、ああなんかこういう、うん、この本とかに載ってるんですよ。一応なんかちょこっとしたもの載ってます。うん、あのこのこう肘をこう開いた状態のやつとか、うん、痛々しいですよね。痛々しいので、こういったのを子どもたちに見てもらうっていうのも、うん、まあ、お母さんとかにもいいかもしれないですね、うん、自分もあの中学校の時にこの肘の内側痛くなったことあったんですよ、うん、でもその時はポジションがファーストだったんでピッチャーはしなかったんですけど、で、なんだろう、痛くても誰にも言わなくて、だいたい半年ぐらい続けて、うん、なんだろう、治ったんですけど、うん、最初は痛いんですよ。だけどだんだん痛くなくなってくるんで、大丈夫かなっていう感じが出てて、で高校生ぐらいになった時にあの何かで気づいたんですけど、肘がこの右と左で、右がちょっと外反して、うん、違うですね、曲がってます、うん、こっち側にストレスかかってるんで、そういう後遺症も出てくるので、本当はもっと早めにかん、まあ、そういう言える環境があったらいいのかなと思いました。一応言えないっすよね。なんか、まあ、子供の気持ちになると、まあ、僕もそうだったんですけど、やっぱ試合に出たいし、うん、あの例えばまあピッチャーしてたら、他のピッチャーとかがやっぱ出てたら、やっぱ悔しさとか、まあ自分も投げて、まあ活躍したいとかっていう思いもあるだろうし、うん、で考えたらなかなか言えないし、なんかこの本とかで見たら、うん、そもそも子供たちって結構痛みに鈍感だったりするっていうのもあるんですか？なんかそんな感じの書かれ方してるって。あの、自分の院に来る子は、だいたい肘が痛い人は相当痛くなってから来ますね。ああ、そうなんだ。で、前、何回か検診したときに、はい、あの書いてもらったときに 30% ぐらいは肘に痛みが以前あったっていう人がほとんどで、うん、痛いけど治療してるっていう人はその中のだいたい 5% ぐらいでしたね。ほとんどはもう痛いけどもうほったらかして自然に治ったっていう人がほとんどなので、なんかまあそういう環境というかなかったんだと思います。うん、まあでもそんな中でもうほぼほぼあの毎日練習をやってきた、まあ、木瀬勝則くんは全く痛みと無縁らしいから、ちょっとそこら辺聞きたいですね。うん、肩肘。お、今日やっと喋る番が来ましたね。マジで何で痛み、痛み一応今までなかったってことはなくて、うん、肘が痛いこともあったし肩が痛いこともあったんだけど、うん、まあまあこれを、ね、医療従事者の年原さんがいる前に言ってるか分からないけど、
大学の時、偏りたくなった時は、毎日無理やり遠投して、無理やり直しましたね。すごい。そうか。で、軟式のピッチャーやり始めてから肘が痛むことは、しびれが来ることがありはしたんだけど、でこれがもう、痛みが出るときっていうのが、キャッチボールとかしてるときによく遠投したりとか、アップでやったんですけど、で、試合前のピッチングのときに、よくさっき言ってた、腕が振れてる状態で自分で思うとき、調子がいいときに、しびれが来るときが、うん。肘は内側ですか？後ろ？全部内側です。ちょうどこの内側に尺骨神経っていう部分があるんですけど、これの障害も多いですね。ここがもう本当にストレスとか筋肉がこわばって神経圧迫してしまうので、指に力が入らないっていう症状もあります。多分もしかしたらそれじゃないかなと思って。で、その時に感覚で、知識がなかったので、なかった感覚で多分直してたと思うんですけど、しびれが来た時に、腕が増えてるって僕は思って調子がいいと思ったんだけど、でも球は行ってなくて、変化球はいいけどまっすぐがあれっていう感じだったりとかでやって、でその時自分だったのは結局上半身だけ使ってとか、要は体全部を使って投げてなかったっていうのに僕はたどり着いて、でステップ幅をちょっと広げてみよう、意識したりとかして投げたらもっと良かったっていうことが、そしたら結局しびれがあんまり来なくて、ピッチングはできたっていう経験がずっとあって、感覚の中で、こんな趣味はあんな趣味をっていうので、自分の投げ方の意識だけで以上は変えていったのはあったんで、ありましたね。で、一応前、全然違う話ですけど、吉田さんに聞いてみたいのが、拓郎に前行ったことがあるんだけど、僕の持論で、キャッチャーが この肘肩の最強説みたいなのを持ってて、ピッチャーはもう思いっきり投げるからもちろんストレス来るけど、キャッチャー受けて軽く返すじゃないですか、ピッチャーに。しかも毎試合何百球で、緩いキャッチボールをずっとやってる感じだったら自然に鍛えられて強いんじゃないかっていう持論があってですね、それはどうかな。キャッチャーの人で壊したっていうの全然聞いたことなくて。周りでね。じゃあ周りで論文とか見ると、ピッチャーの次に多いのがキャッチャーなんですよ。キャッチャー多いです。で、多い理由としては、ピッチャーはある程度自分のストレートとか投げる力を8割とか7割って調整できるじゃないですか。でキャッチャーが壊すときっていうのは、セカンド送球なんですよ。やっぱり急になんか変な体勢で無理して投げるときに結構強い負担が来るので肩とか肘壊す人が多いみたいですね。なるほどですね。で、あと一個別のやつが、年上さんも興味持った僕なんか小学校の時のなんですけど、記憶たどっても壊した人がいなくて、毎日やってるし、で僕らが特殊な環境で入部した最初させられるのがキャッチボール組っていうのから始まって、その時にそれができるようになったゴロ組っていうのが あるんですけど、キャッチボール組っていうのが取って投げて、要はキャッチボールできるまでひたすらずっとこれしかやらないんですよ。2時間とか普通にずっとキャッチボールだけ、2時間、すごいな、やばい、キャッチボールだけ、それをずっと毎日、で教えられてたのが、僕なんか教えられたのは最初、今僕正面向いてますけど、で相手が向こう側にいるとして、でこの正面は無状態で、最初手を開いてこんな感じですね、手開いて、で肘は耳のそばから出せっていうのを教わったんですよ。はい、ずっといいと思います。これを最初ずっとこねて働いてました。小学生とかは体やっぱ筋力ないので、大きく使ってほしいんですよ。だから自分が教える時もよくラジオ体操のこういう動きあるじゃないですか、この動きでそのまま回して投げる、ぐるりと一番
負担が少ないって言われてて、そういう投げ方がいいと思います。よかったのかな。僕なんか最初はだから全くもちろん誰もみんなできないじゃない、初心者できないじゃないですか、うん、キャッチボール組も最初は横なってこれで投げるだけなんですよ、これで、うん、でコロコロ転がっていったのを相手が取って、うん、相手もこうやってずっとこの形ができるまでずっとこのずっとこれで、この投げ方マスターしてきたらやっと相手方向を向いてキャッチボールがこうやってできるっていう。これはでも今でも投球障害のリハビリでやってますよ、うん、やってるとこ多いです。あの こういう最初からもうトップ作った位置から投げる、そもそもこの肘が、あのなんか下がった状態からリリースでこう持っていくときに肘が上がってこない人いるんですよ。そういう人のために最初からも上げといて、あとは体ひねったときに正面向いたときに肘伸ばすだけでリリースっていう練習もあるので、よくあのこっち側にカゴにボールを置いてこう取って投げる、取ってから投げる、網に投げるっていうスローイングの練習とかもあのリハビリとかでやってるので、すごい良かったんじゃないかなと思います。確かに。じゃあなんでこれを今キャンパーでやらないかっていう理由ももちろんあるんですけど、うん、まず一つは子供がこれはできません。特に今の子たちはまず2時間もずっとこの体勢でキャッチボールするかってやるわけないでしょ。確かに。じゃあなぜ僕らはできたのか、うん、練習量じゃないですか。練習量もあるんですけど、遠くからやってなかったらやだーって出たい声がするんですよ。ほとんどほったらかしなんですけど、うん、先輩たちもずっとそれやってきてるんで、ちゃんとやれとか、うん、なんとかとかそういった感じで、うん、でもやらされてる感はあったんですけどね、うん、でも一応はその時の子供の心に残ってるのは、できてってる感が、達成感があったんで、最初は止まらなくても、うん、無理やりさせられてても、あ、だんだんできてきてる、昨日より今日より明日、明日より明後日っていうので、上達していってるのが分かったんで、それで楽しくなっていったのはありましたね。うん。それは絶対あるよね。うん。